こんにちは、なおです。今日はユニクロで買ったお洋服たちをご紹介していきたいと思います。この前フラッとユニクロに立ち寄ったんですけど、定番アイテムから冬服がめちゃめちゃ安くなっていたり、春服もすごい新作がたくさん出ていたので、そちらをね厳選して購入してきました。じゃあこんな感じです。もう本当に、今すぐ着れるお洋服から年中着れるお洋服と、あとは春先にぴったりなお洋服も購入してきたので、そちらをご紹介していきます。でちょっとご紹介する前に、こちらハートのイヤリング、アイアムナオの新作です。こんな感じでね、ちっちゃいハートがすごい連なっててめちゃめちゃ可愛いです。これ今シルバーつけてるんですけど、ゴールドもあるのでぜひチェックしてみてください。では早速本題に入ります。まず1着目はじゃん、今着ているこのピンクの T シャツなんですけど、こちらの詳細がソフトコットンラウンドヘム T の長袖です。でカラーは10番のピンクを買いました。でサイズは M サイズです。でお値段が1990円です。色味がとにかく可愛くないですか。こんな感じでちょっと桜色っぽい優しいピンクのカラーなんですけど、私はこれ見つけた瞬間にもう一目惚れして、多分一番最初にカートに入れたんじゃないかなって思います。なんかこれ私がすごい夏に気に入ってきているロンハーマンで買ったタンクトップがあるんですけど、それと本当に色味が似ていて、こういうピンクがめちゃめちゃ大好きなのでゲズでした。本当に形はすっごいシンプルで、首元も鎖骨がちょっと見えるくらいなので、すごいシンプルでで、今ちょっとインしてるんですけど、ここにこういう感じでスリットが入ってるので、すごいなんかスタイルアップもしてくれる T シャツなんじゃないかなって思います。でも私は結構こういう T シャツとかだとインして着ることが多いので、あんまりこう出して着ることはないんですけど、とにかくどんなボトムスにも合うし、本当に色味が可愛いしお気に入りです。では次はじゃん、こちらのタックワイドパンツの丈標準69から71センチのものを購入しました。でお色はグレーを買いました。サイズは S サイズを購入しました。でお値段は3990円です。もうこれは本当に定番なんで、知ってる方もたくさんいるんじゃないかなって思うんですけど、もうとにかくスタイルがよく見える形なので、本当にこれグレーを今回購入したんですけど、本当にカラーバリエーションも豊富だったので、違う色、例えば黒とかベージュとかも買いたいなって思いました。で私はちょっと足が短いので、ちょこっとだけね下カットしたんですけど、でもなんか厚底のスニーカーとかと合わせるときは長くてもよかったかなって思うので、次はカットせずに買いたいなって思います。このピンクとグレーの合わせもめちゃめちゃ気に入ってて、本当に春になったらこのコーデでお出かけしたいなって思います。本当にこのタックワイドパンツは年中問わず着られるので、本当に今だったらねちょっとダボっとしたニットを合わせてすごいカジュアルにまとめてもいいし、なんかちょっと細身のタートルネックとか、この後ご紹介するんですけど、と合わせてもめちゃめちゃ可愛いと思います。では次はじゃん、こちらのタートルネックを購入しました。まず詳細からお伝えします。こちらはエクストラファインメリーのリブタートルネックセーター長袖です。でカラーはダークグレーを購入しました。サイズは M サイズです。でお値段は2990円です。もうめちゃめちゃド定番なシンプルなタートルネックなんですけど、もうユニクロのこのタートルネックシリーズは何着か持っていて、この新しくグレーを購入してみました。こんな感じでね、細かいリブが入っているのもすっごい可愛くて細見えするんじゃないかなって思います。では早速着替えていきます。じゃん、着替
替えてみました。いかがですか？こんな感じで結構ね、こういうピチッとした感じのニットなので、結構体のラインが出るんじゃないかなって思うんですけど、結構私はそういう着方っていうか、そういうお洋服が好きなので、めちゃめちゃ可愛いなって思って、まあ、もう前から違う色は持っていたので、もうこれは試着せずに M サイズを買いました。で、結構私タートルネックってなんかここまで布があるから、結構顔がすごい大きく見えて嫌だなって思ってた時期もあったんですけど、逆になんだろう、ここがシュッと引き締まるから、小顔効果まではいかないけど、自分が思ってる以上にそんな顔は大きく見えないんじゃないかなってことに気づきました。私は身長161センチで M サイズがぴったりなんじゃないかなって思います。で、さっきのこのタックワイドパンツとも合わせてるんですけども、色味っていうかこの配色とかめちゃめちゃいい感じです。本当にもうこれで今日出かけようかなって思うぐらいぴったりなコーディネートになりました。まあ、ちょっとね、色が地味っていうかちょっとシンプルめなので、コートとかバッグで差し色何か持ってきたいなって思います。本当にこれはチクチクもしないので、なんかタートルネックってあとはやっぱりチクチクするイメージもあったんですけど、これは本当にチクチクしないので重宝してます。では次はじゃん、こちらセールになってたアイテムです。これも本当に可愛くて即決だったんですけど、まず詳細からお伝えします。こちらはスフレヤンハーフジップセーターのカラーが、こちらもダークグレーを購入しました。で、サイズは男女兼用の S サイズです。で、お値段がめちゃめちゃセールになってて、なんと1290円です。ニットが1000円台で買えるってちょっとバグりすぎじゃないですか。こんな感じでもう素材も結構厚手で、今着ているこちらのニットより全然ふんわりもっちりした素材感になります。首もめっちゃ可愛いです。では早速着替えてみたいと思います。じゃん、着替えてきました。いかがでしょうか？サイズ感もぴったりです。これは本当男女兼用なので、まあ、普段ユニクロでお洋服買うときは、まあ、M サイズが私は多いんですけど、これはレディース感覚で言ったら L ぐらいのサイズ感なんじゃないかなって思います。本当にとにかく激安だったので、これも即決でした。こんな感じでちょっとダボっとしてきてもいいし、ここのねジップを半分締めても可愛いし、全部締めても可愛いじゃないかなって思います。まあでも私はちょっと開けて着るのがお気に入りです。あとはさっき着ていたこちらのねタートルネックを中に着て、こちらを上に着ても可愛いですし、あとは最初に着ていたこちらのねピンクの T シャツを中に忍ばせても、ちょっと女の子らしい可愛い雰囲気がミックスされて可愛いんじゃないかなって思います。本当に素材がもっちもちで、こんな感じでちょっとふんわりしたニットになってます。ちょっとねまだ全然着てないんでわかんないんですけど、素材的にめちゃめちゃ着たらちょっと毛玉になっちゃうんじゃないかなっていう心配はあるんですけど、まあめっちゃ安かったので全然 OK です。もうなんか喋ってるだけであったかくなってきたなって感じるぐらい、めちゃめちゃ保温されるニットなんじゃないかなって感じてます。こういう感じで私このパンツインすることが多かったんですけど、こうやってアウトしてもめちゃめちゃ可愛いです。はいではこんな感じで最後ご紹介していきます。最後はじゃん、こちらのスウェットです。これも定番アイテムでめちゃめちゃシンプルなんですけど、まず詳細からお伝えします。こちらは、スウェット T シャツの長袖です。で、カラーはめちゃめちゃシンプルのブラックにしました。で、サイズはこちらメンズのアイテムで、メンズの S サイズになります。で、お値段が2990円です。これはね持っている方も多いんじゃないかなって思うぐらい超ド定番、ドシンプルなスウェットです。では着替えてみます。じゃーん、着替えてきました。こんな感じで、まあ想像つくようなめちゃめちゃシンプルなスウェットなんですけど、こ
ここがね V の字に刺繍が入っていて、まあ本当に着心地っていうか素材感もすっごい良くて、まあ、ダルギでもいけるし、なんかロングスカートとかあとはキャミワンピとかの上に着てもめちゃめちゃ可愛いので、基本ちょっとダルギ寄りにはなるかなって思うんですけど、まあ、割と綺麗めにも着れて万能なんじゃないかなって思います。あとはねこれセットアップにもできるスウェットのパンツも売っていたので、ちょっと運動するときとか、まあ、家から出ない日とかはそのスウェットを買ってセットアップにしてもなんか逆におしゃれっていうかダルギっぽく見えないダルギになるんじゃないかなって思います。でこれはさっきと変わらずタックワイドパンツと合わせてもこれもねいいせずりこんな感じで着てみました。てか本当にこのパンツ私が今回買ったお洋服全部と合わせられるってめちゃめちゃ万能すぎじゃないですか。本当にどんなお洋服にも合うので、なんなら私はグレーが一番気に入って買ったんですけど、もう一本同じもの買ってももうめっちゃ履くんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ着回し力抜群のパンツなので、まあ、1本持ってたら年中使えるし、まあ、何にでも合わせられるしいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあちょっとおまけでこれの中にこのピンク T シャツを仕込んだのを着てみようかなって思うのでちょっと着替えてきます。じゃーん、着てみました。この合わせめちゃめちゃ良くないですか。着てみたら想像以上の良さでちょっと私もびっくりしてるんですけど、こんな感じで中にピンクを仕込んで上からダークグレーのハーフジップを着てみました。本当にグレーとピンクってめちゃめちゃ相性いいなって前から思ってたんですけど、本当案の定相性良すぎて、でちょっとねポイントはここから中のピンクを見せてみました。下もねグレーなので上と下で全然グレーの雰囲気は違うんですけど、それはそれでめちゃめちゃ可愛いんじゃないかなって思います。見えるかなこんな感じです。本当に可愛くて今日これでお出かけしようかなって思いました。全身ユニクロコーデでも本当にユニクロに見えないし、例えばコートとかバッグとか小物、あとメガネをかけてみたり、ちょっと小物とかで調整することで本当に安っぽさも全然感じず本当に上品な仕上がりになると思うので、ユニクロは本当に重宝しますね。だから毎シーズン結構暇さえあればユニクロ覗いちゃうんですけど、今回は一気に5点購入してきたので動画を撮ってみました。こんな感じでちょっと冒頭にも言ったんですけど、年中使えるものから今すぐ着られるものだったり、春先までね着られる薄手の T シャツまで幅広くご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでユニクロのアイテムを使ったコーディネートとかもインスタとかで載せていけたらなと思っているので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画もお楽しみに。